県が進める4病院再編計画について、計画の白紙撤回を求める市民団体が県議会に対して議論を促す陳情書を提出しました。陳情書を提出したのは、ともに市政をつくる仙台市民の会など4つの団体です。会長の新里浩二弁護士らが県議会を訪れ、議会事務局職員に 議長宛の陳情書を提出しました陳情は去年12月の仙台赤十字病院と県立がんセンターの基本合意への抗議やその基本合意について住民などの理解が得られない場合は白紙撤回とすることなど4項目です重点地域指定について厚労省から条件が付されているこれ極めて異例だということになっていますのでその趣旨を踏まえて 仙台市と、それから住民の方と協議をきちっとして、理解が得られなければ、それ時点で白紙に戻していいたただきたい陳情の内容については、来月8日に予定されている県議会環境福祉委員会で議論されることになっています。